ゲームキャトル。おはよう。こんにちは。こんばんは。僕の異次元空間へようこそ。ネグダ。コンタクティー。虫神器。第2弾。開封の儀。パート3。始めていきますか。今日もというか、今回も、こちらね、10パック買ってきましたよ。前回ね、レジェンドレア、引けたんですけど、このアレクサンドラ、トリバネ、アゲハ、レジェンドレア4枚中の1枚ですね。4分の1の竜神オウムカでは外してしまいました。というわけでですね、まあどうなんだろう、20パックで1枚だったから、まあ、今回も怪しいけどね、なかなか多分出ないんだろうけど、まあ本当にとりあえずレジェンドレアを引いて竜神オウムカで4分の1を抜いていこうよ。それで終わるんだから。はい、というわけでですね、早速始めていきますか。はい、牛神器、ブースターパック5枚入り第2弾、10パック今回も開けていきます。もうね、本当にかぶりまくるんだろうけどね。はい、では1パック目いきますよ。さあ、もう、まあ、ドラゴンボールであれよね、パート3だったよね。サーモンノーマルっていうか、この辺は普通に被りまくるんだろうな。ちょっとケイティの顔をね、紹介するときは隠すことにするわ。フォーカスが当たっちゃうから、まあ、そもそもケイティの箱をそこに置くんじゃないよっていうところもあるかもしれませんが、はい、というわけで下に引いていこうか。横綱差し金、あー、なんかキラキラしてるのがちょっと見えてる気がするけど、気のせい？いや、はい、1枚目横綱差し金、さっ、2枚目チゼミ、ほい、あ、こいつがレジェンドレアの幼虫か、アレクサンドラトリバネアゲハ。さすがごっついだけあって幼虫もごっついね。あ、かっちょいいわ、どっちもかっちょいい。はい、つうわけで3枚目、4枚目。はい。アリの収穫。はい。いや、全部かぶりだな、多分。はい。というわけで、いきます。レアアーク。何が来るか。レジェンドレア。ルーチンオウムカデ。来い !3、2、1。あ、ちょ。はい！またお前か。お前、毎回出てくんな。大王サソリね。こいつ毎回出ない？毎回出てる気がする。もういいよ、ほんと。2枚目。2パック目。残高いくよ。もうほんと、ドラゴンボールですら、ね、ドラゴンボールですら、パート3で終えられたんだから、パート3ぐらいで終わっておきたいところなんだけどね。はい。いつわけで1枚目。キヤシナガバチ。いいよ。2枚目。パーク、パリ、フタマタ、クワガタ。パクリじゃない。カブリだね。はい。カレハバッタ、パクリ。もうだいぶね、結構ね、番号順に揃えてみたんだけど、結構揃ってきてるよ。まあ、レジェンドレアとかね、その辺が全然だから。コンプまではまだ道のり全然長いけど。と
というわけで4枚目、ああ虫払いの煙幕ね、これもかぶりだよね。はい、というわけで4枚目いきたいと思います。はい、レアワック竜神オウムカデまで3、2、1、ほい、アトラスオオカブト。いやもうなんだよ、ちょっとせめて、うん、せめてあの持ってないの来てほしいなねえ、まだでスーパーレアもそんなに言うてどうだ、5枚ぐらい、10種類あったかな、10種類あったと思う、確か10種類だったね、10種類、全然揃ってないんだよ。あれ、これってどうだ、いたっけ、足高部もいたっけ、いなかった気がするな、これ初かな、どうだっけ、覚えてないな。はい、1枚目足田家具も、もうほんとなんかコンプ狙ってる人みたいな開封動画になってきちゃうよ、あんまり回数重ねるとね。足田家具もつくつく帽子、首やかつや髪切り、ゲージの足切り、これも昨日出たね。はい、ではいきます。はい、レアワーク、おっとっとっと、あーもう SR 見えちゃったまあいいわ、いくよ。はい、3、2、1、ほい、黄金お肉あがたね、動物の森にこんなような、こんなような見た目のやつが出てたよね、こんな名前じゃなかったと思うけどって言ってね、いたやつね。いや全部かぶりじゃん、ちょっとなえるな。じゃモチベーション維持大変だね、こういうトレーディングカードのチャレンジは。もうなんかゴミが増えていく要するにそういうことでしょ、ゴミが増えていくってことになるから、はい、では4パック目さっと、はい、ジョローグモ1枚目ジョローグモ、はい、2枚目パリーフタマタクワガタ、はい、3枚目金幅バッタ、ほんとかぶりまくってんな。4枚目虫払い、あれもう一緒じゃん、一緒、はい、では下に引きたいと思います、いきますよ。竜神オオクワガタ来い、3、2、1、来い、プラチナ小金、いややばい、なんかレア枠は全部被ってないけど、今回は。でも、もう所持済みなのよ。いや、まずいな。これまずいっすね。いや、そんな感じなんだ。はい、というわけで、5パック目、いきます。今回もこのパート3で終わった、奇跡で起きたみたいな、起こらんかな。つうわけで、5パック目だね。5パック目。よっ。よいしょ。はい、というわけで、1枚目。よっ。ゲラ。はい、2枚目。あ、これ初めてだと思う。エゾゼミ。え？出てたっけ？エゾゼミ。出てないよね。こんなカラーのセミ出てないと思うな。九州。北海道から九州に分布。なんか多分見たことねえな、でも。エゾゼミ。口に発したことないからな、ね、エゾゼミだってね。エゾゼミ、初でした。はい。薄葉カミキリ。え、こいつ出てたっけもう覚えてね。薄葉カミキリ。まあ、出てないかもしれない。覚えてないけど。はい。もうこいつ、今回多いな。なんか、前回までなんか女の人のやつがよく出てたけど、ミツバチよく出るようになったな。はい、というわけでいきますよ、レアワーク竜神オウムカデまで3、2、1、ほい、はぁ、トラスオオカブト、いやめちゃめちゃかぶってきたじゃん、ちょっとやべえな、なんかスーパーレア全部揃えるのにも時間かかるなこれな、
ないのバック目、もうモチベーション上がらん、面白い動画撮れない。どうなんだろう、見てるみんなはこれ楽しい？まあ竜神オムカデが出るその辺見てる分には面白いかだといいけどな。はい、いきます。6パック目、1枚目、オールリ・オサムシ。これ出てたよね。ディディエル・シカクワガタ。これも出てたね。はい、ガレハバット。お前よく出るなぁ。お前よく出る。あ、これ、噂をすれば、白夜の歌、女の人のやつね。これよく出てる気がするね。はい、というわけで、6パック目。さあ、レア枠、一体何が来てくれるか。はい。ではいきます。竜神オウムカデまで、3、2、1、ほい。エメラルドゴキブリバチ。いや、お前も出てんだよ。いや、やばいぞ。やばい、やばい。カブリが、なんか、カブトムシだったな。今回は。それ以外は、パート1、パート2で出てるやつだ。なんか、確率的にはいいんだろう。これが1回目だったらいいんだろうね。これが1回、パート1だったら、楽しい開封になったかもしれない。楽しいね。楽しくないわ。では、7パック目っすね。7パック目。これあ、ちょ、来てたわ。はい。7パック目、1枚目。横綱差し亀。来てたね。はい、1枚目ベニシジミ来てたね。3枚目、あ、これ初めてじゃない？車バッターね。車バッター、こんな名前口には出さないけど、出したことないけど、車バッター、殿様バッター的な感じかな。見た目そんな感じだね。あ、書いてある、あ、違うわ。本州から九州南西諸島に分布。殿様バッタより一回り小さい。あ、そうなんだ。飛ぶときに、何の模様？何の模様っていうのこれ。が、車輪のように見えるため、車バッタと名付けられた。どこのことだ？はい、いいわ。はい。というわけで、車バッタでした。ゲージの足切りね、はい、これも出てます。というわけでレア枠いきます。3、2、1、攻めてレジェンド。あー、もうおい、じゃこいつ出る確率高くない？アトラスオカブト、前回も結構出てた気がするんだよな、はい、というわけで、やばいな、やっぱり10パックじゃなかなか出ない感じかな。というわけで、8パック目。もう、いいちゃん。そもそもいいちゃん。しかもちょっとかぶりばっかり、本当にあんま面白くないの開けてて。はい。いきます。8パック目。1枚目は、ケラ。はい。2枚目、アサギマダラ。こいつ出てたね。はい。あ、これ初めてだ。白帯泡吹き。なんか日本にいそうだな。あ、そうだね。北海道から南西諸島に行く。クワ、柳、バラ、桜などの、あ、寄生するね。寄生する先ね。はい。では、白帯泡吹きでした。はい。4枚目。無欠の息吹。かぶりでね。はい。というわけで、レア枠いきますよ。3、2、1。あ、ちょっと待って。こっちにしようか。で、こいつを抜いておいてからの、いきますか。いきます。あ、じゃあ下から。どっちがいいかな。今回、こんでいいか。はい。では、いきます。あ、ちょっと待ってよ。あ、ちょっと待って。やっぱり、こう僕がね、先に見えちゃうことがあるから、一緒に見よう。いきます。では電話、3、2、1、ほい。口寄せの時さなぎ。君も出てんだよな。いや、
バラ、なんか種類的にはいいのよ、ほんと。一番最初パート1がこれだったらよかったね。いろんなスーパーレア拝めたけど、全種持ってる。スーパーレアとかもなんか あるのかな、偏りがとかあるのかな。あ、もうあと2パックだね。2パック、はい。では9パック目。どうなんだ、めちゃほんと出ないな。9パック目いきます。ほい、はい、9パック目。1枚目ジョローグマ、はい。2枚目レックスゾウカブト、これ出てったよね、出てたよ、ね、なんか似たり寄ったりよくわからなくなってきた。3枚目ほい、カレーバプト、お前ほんとよく出んな。4枚目ほい、病気噂をするようになってからちょっと出るようになっちゃったな。白夜のウカね。はい、ではレア枠いきますよ。繰り返してからの抜きます。ほい、さあいきますよ、レジェンドレア、こい、いきます。3、2、1、ほい。あー、エメラルドゴキブリバチ、本当にやばくない？なんか出るの決まってんな決まってるわけじゃないと思うけど、なんかみんな一緒じゃん？なんか今日はスーパーレア枠、全然新しいの出てないわ。普通のね、ノーマルカードはよく出てるけど。ノーマルカードももうコンプしちゃうぞ、このままじゃ。バランスよく出していこうぜ、せっかくコンプするにしても。はい、というわけで。10パック目、開けます、ラスト。今回、パート3。ラストです、ラスト。いやー、レジェンドレア来いよー。よいしょー。はい、10パック目。いきます。うい、1枚目。浜辺ハサムシ。1枚目持ってます。サイレックスオオカブト持ってます。3枚目、ほい。薄バカミキリ持ってます。4枚目、ぺい。電気虫の稲妻持ってます。はい。もうほんとめちゃめちゃかぶってんな。はい、では最後ぐらいはもうそのままバチッといくか。ではレア枠ラスト、龍神を迎えて来てくれ。3、2、1、ポイッ。プラチナ小金でした。いや、まあ、マジか、もう全部かぶりだったな、スーパーレア。あー、というわけでですね、今回のレジェンドレアはです。というわけで、虫神器、龍神、オウムカデチャレンジ、パート3、敗北。というわけでですね、また、パート4で、リベンジするか。いや、マジで長えな。長くなる予感しかしないな。はい。というわけでね、パート3も、最後までご視聴いただきありがとうございました。また、虫神器、トレーディングカード第2弾、開封の儀、龍神、オウムカデチャレンジ、パート4でお会いしましょう。というわけで、ここまでのお相手は、ネグでした。また会いに来てね。おつめだ。またね。バイバイ。